皆さんこんにちは。ソロマン式暗算が子供の脳を鍛えるの著者の甲春号でございます。まあ今日もですね、学校連盟の講習会で、まあ講師をね、10月6日にやった。まあこれ今やったって言ってますけど、まあ喋ってるのはやる前でございます。いつも通りリハーサルなんですけど、4つのテーマで、学校連盟の講習会でお話をしました。多分。はい。発信、海外、ライフスタイル、お金の話ということで、今度は二つ目のこの海外というお話をしていきます。で、こちらかというと、これ、まあ、そろばんのメッセージ、そろばんの先生向けのメッセージなんですけれども、まあ、これ YouTube 見てくださっている方も、やっぱり日本と海外、これからね、やっぱり日本の人口が減っていく中で、海外との関わりが増えなくてはいけない。それからラグビーワールドカップもね、盛り上がってますよね。やっぱりインバウンドだったりとかね、やっぱり訪日外国人が、やっぱり、どんどん増えてますね。3000万人、4000万人、これから5000万人になろうかというところね。まあ、日本のその観光という部分も含めてね、そういう、まあ、いろんなことを考えながらですね、海外とのつながりの話を聞いてもらえればいいかなと思っています。で、まあ、これテーマとしては、一つ目はクロアチアですね。で、クロアチアでは、まあ、本当に、ずっと、5年、6年、関わらせてもらってるんですけれども、まあ来年も、そろばんの大会やると、まあ今年もね、そろばんの大会行われましたけど、まあとにかくね、楽しそうなんですね。まあこの YouTube でもお話をしたんですけれども、まあそろばん僕は楽しいと思って当然、子供たちに教えていますけれども、まあ本当に実際に、なんだろうね、これ表彰式の時に、クロアチアの大会だと、もうみんなこれハイタッチしながらね、いやーやったねーみたいな、そんな感じなんですよ。で、みんな笑顔だし、もちろん問題自体はそんな難しくないですし、まだ広まってから4年、5年とかなので、まあ上手な子はね、3級とかまで行ってたりはするんですけれども、まあでもそれとはまあ別にね、置いといて、やっぱ純粋になんかそろばんってやってて楽しいなっていうのをすごく感じさせられますね。感じさせられました。で、日本だとやっぱり表彰式がどちらかというとカットされてしまう。まあ海外の国際大会とかでもそうですけど、やっぱりソロ版の、この表彰式っていうのがメインなんですよ。海外っていうのは。なんでかっていうと、そこで親が、写真撮ったり、先生が写真を撮ったりで、Facebook とか、あちこちインスタグラムとかいろんなところに上げることによって、ソロ版って、あ、すごいじゃん。やったらなんか楽しいんだねとか、こんな大会出ていろんな賞もらえるんだねみたいな。まあそんなこともあるわけですよね。だからそういう拡散力っていうのを実は海外はすごく持っていると。で、日本はやっぱりその拡散力が弱いので、まあ前の動画では発信についてお話をしていますけれども、まあ、そこを、ね、絡めて、やっぱり日本もやっていく必要があるのではないかなと。でクロアチアとの最初のきっかけはやっぱり Facebook ですよね。もう Facebook は海外とのつながり、やっぱこの一つの大きな、ツールにはなります。まあ、中国は Facebook は使えなかったりするんですけど、まあ、全世界中に言えば、まあね、Facebook いろいろね、サッカーバーグさんいろいろ問題があるとかね、言われますけれども、まあ、それでもね、やっぱりそれ最初にクロアチアと知り合ったのは、そのトルコの方式が間違ってると。トルコの方式でソロバンをやってる。全然上手にならない。じゃあソロバンは日本でしょ。ということで、僕に連絡来たんです。僕になんで連絡が来たかっていうと、多分 Facebook では海外の人たちと繋がってるとか、まあそういうことをFacebook だと誰々と友達ですとか出てくるじゃないですか。まあそんな感じでわざと、あえて海外の人と繋がるようにします。今も中東の人たちとかとあえて繋がるようにします。でもその場合やってたら、やっぱりどこでね、どのようにお互いに学ぶべきことがあるか。その場の指導がどうかというのは一回置いておいてね。でもやっぱり拡散力とかっていうのをやっぱり学ばなきゃいけないなということで、やっぱり積極的に、Facebook で、ね、交流をしていますと。まあ、二つ目なんですけど、さっきはクロアチアの話して、これモンゴルですね。で、モンゴルは、やっぱりこの、山中先生っていうね、学校連盟の先生がいらっしゃって、もう山中先生が最初にモンゴルに行かれたということで、これ学校連盟の講習会ではね、やっぱりきちんとお話をしないといけないという。やっぱり、山中先生がこれ積極的にモンゴルに行ったからこそ、やっぱりモンゴルソロバンっていうところなんですけれども、もう今グランバートルに13教室ぐらいらしいですね。先生も育てて、で、僕は5年ぐらい前に1回モンゴル行って、今年もまた実は行ったんですけれども、やっぱり発展が著しいです。5年前行った時は、空港から市内に向かう道っていうのは、全部工事中で全部砂利道だったんですよ。全部砂利道。そして観光地に行く時も、もうほとんどガタガタのこんな、こんな形でな、ほんとそんな感じで。まあ、今回も実は草原とか走って、まあ、草原の一部分はね、またこういうところがあるんですけれども、まあ、それはそれでモンゴル行く人たちは楽しんでもらえればと思うんですが、まあ、というわけですね、まあ、僕自身もモンゴルのそのソロバン教室とか、まあ、ちょっとフラッシュ暗算とか、あとはいろんなことで相談を受けたりとかで、まあ、お話をしたりするんですけれども、とにかくね、僕はね、いつも思うのは、どの人と、
どのように交流しても僕はもう勝手だと思ってますし、でそれぞれでやっぱりいいところを、掴んで、それを自分の武器にすればいいと思ってるんですね。だからお互いに例えばこの、ちょっと話がそれで学校連盟、全種連、二種連とかでも、やっぱり僕はいろんな連盟のところ、学校連盟の問題はちょっと9番しかちょっと詳しくないんですけど、やっぱりいいところがあると思うので、それぞれね、だからモンゴルの先生たちも逆に言うと日本のソロバン教室といろいろ交流したいんです。で、モンゴルにもいっぱいソロバン教室ある。石戸式行ってますね。それから他のところでも僕は国際大会京都で今回日本国際ソロバン協会としてやりましたけれども、そこでもやっぱり別の団体が来たりとか、みんなモンゴルの民族衣装着てね、なかなか可愛かったりするんですけどね。まあそんなところでね、モンゴルのちなみにね、これなんでか海外の話をずっとしてるかというと、モンゴルの出生率っていうのは2016年で 2.76 なんですね。で、まあ人口密度って世界一低いんですけど、ちなみに日本は 1.42 です。で、だからそれで2倍以上あるところで、やっぱりそろばんをやろうっていうのは正しい選択だと思うんですね。日本だって昔は子供の数多かったですけれども、じゃあ日本でそのままやるとしたらどうなるのっていうのは、この講習会の、後で多分喋っていると思うんですよね。あとやっぱり東南アジアに行ったりっていうことは、今というかインドネシア、フィリピン、マレーシア、タイ、ベトナム、それぞれ 5% ぐらいの経済成長率です。日本どれくらい？日本経済成長率 0.6% ですよ。で、しかも今年消費税増税しましたから上がるかどうかわからないですよね。まあ、そんなところで、勝負をしていくっていうふうになると、やっぱりなかなか厳しい。正直、その場の経営としては、ね、いいものを持っていてね。要するにやっぱ人口増えるところを狙っていかないといけないんですね。いけないと僕は思います。うん。だって日本のいいものもあるし、っていうことですね。さっきも言ったけどトルコはダメ、日本はいいみたいなところもありますからね。はい、その他海外のソロバン塾との交流もまあ当然ありまして、まあ4年前台湾、2年前シンガポール、ジョホールバルで、まあ子供たちを連れて行ったんですね。子供たちを、日本から連れて行って大会に参加して、特にシンガポール、ジョホールバルなんかは面白かったですね。ジョホールバルからシンガポールって、まあ、陸路で国境を渡る。その国境を渡るっていうのもね、歩いて国境を渡るってなかなかないじゃないですか。だけど、その場があることによって結構各地で世界大会やってますから、国際大会やってますから、ね、特にやっぱ夏が多いですけどね。まあその辺で僕も随時シェアを皆さんにしていて、皆さんと一緒にやっぱり、海外に出ていきたいっていう気持ちがすごく強い。もう一人じゃね、何事もたかが知れてるのでね。一人でもたかが知れてるからこそこうやって YouTube で喋ったりするんですけど、YouTube で喋ったら、自分の時間っていうのは、一人で喋ってるけれども、他の人がたくさん聞いてくれるから、だから拡散力がアップする。ね。だから、まあ、YouTube 僕喋ります。ね。だから一人なんだけど一人じゃないみたいなね。レバレッジを聞かせるとこ行ったりしますけどね。はい。あと国際大会実施してるようにしてますね。クロアチア、京都、バンフっていうことで、まあ、ちなみに来年ね、フラッシュランドで世界大会、ちょうど宮本先生とこの間お電話させていただきまして、来年6月28日、2020年6月28日に、大会がやることが決まっているそうです。なので、僕もすごく楽しみにしてますし、僕もね、できる範囲で協力ができればいいかなと思ってます。はい、一般社団法人日本国際ソロバン協会、これ8月8日に今年設立しました。もともとあったんですけども、実際に法人を持って、何かを活動すると、やっぱり、その信頼力とかね、ありますよねと。まあ、海外でね、ちなみにお金を受け取りするのはね、いろいろ大変な方法が、まあ、いろいろあるんですよ。だから僕、例えば、海外とビジネスすると、まあ、大きな会社はいいんですけど、やっぱりこの検定代金とかね、どのようにもらうかっていうと、もう実際現地に行って受け取りとかね、やっぱ海外送金だと、この間ね、国際大会で、まあ、参加費用1万円だったんですけど、マレーシアから送金したら、なんか6000円ぐらいに減ってたんですね。もうこれから銀行間の送金っていうのもすごくやっぱり、お金がかかりますし、だから今 QR コードとか、そういった手数料が低いものですね、がどんどん普及していって、だから僕は実はビットコインとかっていうのは、それなりの可能性があると思ってる。海外送金だとやっぱりお金、基本的にかかりますからね。ビットコインはそれで安いですからね。やっぱりその国境をまたぐ何かっていうのを、だからグローバルでやっぱり全体の捉えていくっていうことは、まあちょっとその場の話はほとんど今しなかったんですけどね、それが重要かなというふうに思っています。まあ本番では多分これよりもっとたくさん喋ってますし、今 YouTube のこの制限があるんでね、一回ここまでにしたいと思います。まあ海外に皆さんで一緒に出ましょう。ね、その場じゃなくても、その場以外のことやってても日本のものはやっぱり質は高いので、それを積極的に自分から外に出ていくことっていうのは本当に必要になってくると思います。はい、それでは皆さん一緒にね、海外に出ましょうね。はい、それでは皆さん、良い一日を過ごしてください。さようなら。